ワンダーフランコ実はあと2人いた。 MLB で最もホットなニュースはワンダーフランコ内野手だろう。ヤンキースブルージェイズブルワーズなどと争奪戦を繰り広げたレイズが2017年7月に382万5000ドルで獲得。ドミニカ共和国では10歳児から注目を集めていた。当時16歳のフランコは国際マーケットの FA 選手ランキングで大谷翔平選手に次ぐ高評価。プロ1年目の18年にルーキーリーグで打率3割5分1厘記録して MVP を獲得。フランコ曰く生まれながらに2安打を打つ才能を持っている。野球の神様が僕に授けてくれた能力。 3A でも打率3割1分5厘バック。ホワイトソックスのマイナーでプレーした父のワンダーはメジャーリーガーになれなかった。現在マイナーの兄2人も名前はワンダー。父も兄も全員がワンダーフランコ。僕がワンダーフランコとして家族を代表して父や兄の分までメジャーリーグでプレーをする。あ、マジかい。適切無関係を持って騒がれてるワンダーフランコを前はまだ2人おるん。わろた、お兄ちゃんたちとバッチリ食らっててかわいそうや。ワンダーすぎるぞ。それはくさ。見た目未成年っぽかったら年齢聞けばいいという人いるけど、聞くことはできても嘘つかれてたらどうしようもない。そして ID 見せてよと確認を取ろうとするのは店じゃないんだから難しいよね。相手は年齢詐称して慰謝料を要求拒否されてから詐称。フランコもフランコだけどエグい次元爆弾だな。騙されたなら被害者なのに追放かもしれないの。かわいそうすぎる。なんとかならないのか。バワーのことを見ても心理に関わらず同じ判断になりそうな予感がある。ブリコンはキモいだけで暴行よりは何億倍もマシなんで、楽天イーグルスへようこそ。ワンダフランコ、阪神に来ないか。これは大正義読売巨人分域だな。 NPB で待ってるよ。これマジでワンダーフランコやべえな。ワンチャン大リーグ生命終わりやろ。フランコ嘘だろ。将来を嘱望された遊撃士なのにこんなことで人生を棒に振るなんて。今季も打率2割8分1厘17本塁打58打点30盗塁と攻守の牽引役。ここでいなくなったら普通にレース痛すぎやろ。果たして調査結果はどのようなものになるのだろうか。見守るしかできんからな。続報を待つとしよう。